暑すぎる。なんだ、俺さっき外出てたんですけど、この世の中のどこかに存在してるであろう酔崎かなでちゃんは溶けとるやろ。うん、あ、一応酔崎かなでちゃん画面にいますね。今回神経ガチャ朝日奈真冬さんのなんか仮面がぶち壊されてる特訓後イラストあるんですが、本当の思いをと書いていますね。見た感じこのハートマークのハートが真冬さんの心でいいんでしょうか、欠けてますし、メンバー詳細から見ていきましょう。決意のキロ、なんか決意を持って帰ったんだろうな。朝日の真冬、そしてジュンスコ、すごい特訓後のイラストですねこれ。震える背に優しさを、酔崎かなでちゃんになっています。雨の中また雨降ってんのか。あ、そして特訓後リンゴなのかハートなのか、なんかザムザの歌詞の続きっぽいイラストですね。そして見えない影、篠の目、なぁ、わぁ、これ宮益坂にいますね。宮益坂まで来たんだ。これおそらく真冬さんに電話でもしてんのかな。特訓後は、かき分けてハート、リンゴに向かっているエナナになっています。工場ガチャということで、30連引いていこうかなと思います。一応編成はね、ガチャ、ピックアップ引けなくても、まあ、全然戦いはするんで、まあ、バトしても欲しいけどね、よろしくお願いします。1連目、よしよしよし。当たり前のように納税が終わりましたが、残り、30連は引けますね。よろしくお願いします。いつも通り、星は1枚欲しい。あー、しょ。いった。ゼロいった。よろしくお願いします。さあ、ここからは、まずピックアップ引くだけ。まずお見せしたい衣装はこれです。まずお見せしたい欲しいもんはこれでした。ふん、割り込んできたアイドル花里さん、全然世界観と合ってないです。2度目、欲しいもんは、欲しいもんは引く。もう出ないんじゃない、諦めが早い。もう出ないんじゃないか。自分で立てた抹茶って美味しいわね。割り込んできたのはアイドル。今のところ真逆の世界観なんだよな。ラスト30連目だけど、優勝クリスタル使い切っちゃいますね。まあいいや、よろしくお願いします。星、いや、割り込んでこい星やん。俺も楽しめているのかもしれないな。トヤくんが楽しかったらいっか。割り込んできたのはトヤくん。いつも通り